三つ首の黒竜よ、世界を喰らい尽くせ。フェルカーボルト、ポイエトラーフ。はい、こんにちは、こんばんは、白銀のハトです。今から FGO の動画撮っていきたいなと思います。今回は、新しく実装されて宝具王にすることができる水着ジャンヌオルタについて、解説していこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ではやっていきましょう。まず水着ジャンヌダルクオルタ、ジャンヌオルタなんですが、ステータス的に星4のバーサーカーの中で一番体力が低く、攻撃力が平均より上のサーバントです。なので、まあ攻撃寄りの完全的にアタッカーとして運用するっていう感じのサーバントって思ってもらえればいいかなと思います。で、まあ置いといて、スキルなんですが、スキルは FGO のウィキペディア、参考にしております。まず第一スキル、自身に毎ターン回避状態を1回の1ターンを付与する状態を3ターン付与&NP 獲得量を3ターンアップで、第2スキル、自身の攻撃力をアップ、通常攻撃時に火傷状態3ターンを付与する状態を3ターン付与で、第3スキル、自身のバスター性能をアップ、1ターンの NP を増やすで、 HP を代わりに減少、まあ、これはデメリットですね。まあ、こういう感じの性能となっております。で、第1スキルのこの毎ターン回避状態を付与なんですが、ターンの終了時に1回だけ回避を打ってくれます。それが3ターン続くって思ってもらえればいいかなと思います。まあ動画の方であるんで、そっち見てもらえればいいかな。いつ叩くわ、リアクタと勝て、修羅になるわ。羅刹とかすわ。で、見てもらったんですが、まあ、さっき言ったように、ターンが終わった瞬間に回避が付与される。で、そのやつが攻撃されたら、まあ、なくなるよ。それはもちろん回避がなくなるよってなって、攻撃されなくても1回の1ターンなんで消えていきます。ただ、これ3回やってくれるんで、まあ、もしね、単体宝具をなんか次のターン次のターン次のターンに打ってくるってなった時に、このやつあれば一応宝具は全部回避することができるっていうのがあるんで、まあ普通に体力が少ないのをこの細かく回避することで耐久性能をちょっと上げてるっていう感じの印象かな。で、 NP 獲得量も最大にすれば、NP30% 獲得量アップしてくれるんで、まあ普通にいいかなと思います。で、第2スキルなんですが、まあ宝具打つタイミングに打つのがやっぱりいいんじゃないかなと思います。で、これに関してはレベル最大で 20% ですね。倍率としてはそこまで高くないかなと正直思います。ただこれ通常攻撃時に火傷状態を付与するのを、まあ3ターンやってくれて、これ3回攻撃すると3回分火傷がつくんですよね。なので、まあインフェルノとかと合わせると炎症ダメージでいきなり火力がボンって上げられたりするんで、まあまあ使い勝手によっては結構化けるんじゃないかなと思います。で、第3スキル、のバスター性能アップなんですが、これも 20% ですね、レベル最大で。で、正直なところ倍率はちょっと低めっていうのがあるかな。ただまあ NP を増やすっていうのが固定 NP を 20% 増やしてくれるんで、まあカレスコを持っていたらまあ即宝具打ちが可能。ただこの HP 減少のデメリットが結構きついんだよね。もともとさっき言ったんですが、ジャンヌオルタの水着に関しては星4バーサーカーの中で体力が一番低いんですよね。なのでここのところを HP の減少のやつで1000減らした時に、まあクリティカルが一発でも飛んできたら、まあバーサーカークリティカル飛んできたら大体死ぬんだけど、まあそれが来た瞬間に死んでしまうんで、まあそこのところの駆け引きっていうのは結構重要になってくるんじゃないかなと思います。で、まあ基本第3スキルも、宝具打つタイミングで打つっていうのがいいんじゃないかなと思います。で、自分としてスキル上げのおすすめ
なんですが、俺はね正直第3スキルかな、やっぱり。うん、第3スキル上げてから第2第1っていう感じでいいかなと思います。ただ回避のやつをね一旦だけでもいいからチャージを減らしときたいって思う場合は第1スキル、まあ耐久寄りにしたいっていう方は第1スキルをいち早く上げて、まあ第3第2って上げていけばいいかなと思います。まあ自分としては321だけど場合によっては132っていう感じかな。うん、でクラススキルなんですが、強化 EX、ついてるんでバスターの、火力が上がってます。うん、まあ、シンプルだよねこれだけっていうのは。で、宝具なんですが、宝具は敵単体に超強力な攻撃、やけど状態を3ターンオーバーチャージで効果アップなんですが、これねやけど状態がすごい与えてくれるんですよね。オーバーチャージ1でこれ3000のやけどダメージ与えてくれるんですよ。でそこのところでまあエクストラ攻撃とかのこの第2スキルだね、通常攻撃のやつに付与しておくと、まあやけどでね地味に減らしてくれるんで普通にいいかなと思います。でまあさっきも説明した通り、そのインフェルノとかの炎症と合わせると、まあめちゃくちゃ硬い敵とかがたまにね高難易度とかで出てくるんですけど、まあそいつに対処できるってことを考えるとまあまあいいんじゃないかなと思います。あとはやっぱ配布サーバントっていうのがあるんで宝具5にすることができるんですよね。まあそこのところがやっぱ結構でかいんじゃないかなと正直思います。でジャンヌ・ダルク・オルタの水着に関してどういう風に宝具上げするのっていうのなんですが、とりあえずストーリーを終わらせた後にまたストーリーがちょっと追加されるんですが、それでなボス級みたいな、そのちょっとネタバレが含まれるんでちょっと伏せるんですが、レイド戦みたいなのがあるんですよね。単体の自分一人でやるレイド戦があって、それをクリアすると、ジャンヌ・ダルク・オルタの、2枚目のカード3枚目のカードがもらえてくるんで、とりあえずまあストーリーを終わらせてからその次のストーリーを終わらせるっていうところを、まあ、考えておけばいいんじゃないかなと思います。でコマンドカードなんですが、コマンドカードは Q1 枚のアーツ1枚のバスター3枚というので、まあ完全的なバサカですね。うん、で旧性能なんですが、旧性能は正直バーサーカーの割には割と出るなっていう感じです。まあ普通っていう感じかな。まあ星出しで運用することはほとんどないけど、まあ短期に偶然なった時はまあまあ出してくれるかなっていうのが印象かな。行くわ、それ行くわ。はっ、まだまだチリアクタとカフェ。で、アーツなんですが、アーツに関しては、通常時はそこまでっていう感じかな。うん、アーツ性能は通常時 NP 獲得量アップをつけ、通常時はそこまで NP 獲得量を、アップするとまあまあもらえるかな。で、通常 NP 獲得量アップのクリティカルをした際に、おお、たまるやんっていう感じになります。なので、まあアーツ性能に関しては。なんか他のサーバントで、サポートしつつ、まあ、この第3スキルの NP、これ固定で 20% 増やしてくれるんで、まあ、そこのところで、まあ、補っていくっていう感じになるんじゃないかなと思います。それね、はっ、まだまだチリアクタとカフェ。行くわ、それね、はっ、まだまだ痛い、チリアクタとカフェ、痛い、修羅になるわ、それ叩く、それね、はっ、まだまだチリアクタとカフェ。でまあバスター性能なんですが、バスター性能はやっぱり高いです。普通にいいです。でただまあバーサーカーっていうクラスなんでスター集中がないんですよね。だからクリティカル運用とかそういうのをさせる場合は星の飽和もしくはスター集中度アップの霊装が必要となってくるんで、まあそこら辺を考える必要が
まああるかなと思います。ただまあ普通に殴っててもいい感じの火力出してくれるし、まあそこまで意識する必要はないかなと正直思います。ドカッ、いくわ。炎は獣に、竜は我が手に。鎖を破壊し、命の鎖を引きちぎる。フェルターボルト、フォイアドライヘ。はっ、せっ、チリアクタとカセ。水木ジャンヌオルタと会うサーヴァントとしてはまあここら辺になるんじゃないかなと思います。まずマーリン、まあ言わずもがな。でシェイクスピア NP フルとバスター性のアップ、ブリュンヒルでスター集中度アップと体力回復を持ってる。で、ナイチンゲール回復要因と、バスター性のアップ。でインフェルノなんですが、炎症でまあ一応そういうので、やけどのやつをガン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 やっていこうかなって感じかな。で、エレナママは NP 付与と、星出し、あとは、バスター性能のアップだね。でバラキーちゃん攻撃の付与と、バラキーちゃんが宝具を打った時に星いっぱい出してくれるんで、まあそこのところでクリティカル運用できるかなと。でエリちゃんバフ用とデバフ要因で、ケイロン先生なんですが、まあバスター性能アップとクリティカル威力アップかな。ただまあアーチャークラスっていうのがあるんで星は結構吸われるかなと思います。まあここら辺がまあ合うんじゃないかなと思います。で水着ジャンヌオルタの霊装なんですが、まあ基本バスター性能アップ、宝具威力アップ、この2個のどっちかでいいかなと思います。で、クリティカル威力アップをする際に関してはスター集中度アップ、まあ前回の霊装で言うと愛と希望の物語だったっけな、ダヴィンチちゃんの霊装があるんですが、まあその霊装、あこれだね、この霊装をつけるっていうのは結構ありかなと思います。ただまあスター集中度だけをつけるとかクリティカル威力アップのやつだけをつけるっていうのはまあちょっと使い勝手がもしかしたら悪くなるかもしれないんで、まあそのことを考えると、まあバスターと防具威力アップ、このどっちかをつけておけばいいんじゃないかなと思います。以上ということで、今回ここで終わりにしたいなと思います。最後まで見てくれた皆さん、ご視聴ありがとうございました。次回も FGO の動画撮っていきたいなと思いますんで、どうぞよろしくお願いいたします。それじゃあバイバイ。最後まで見てくださりありがとうございました。よかったらチャンネル登録とよろしくお願いいたします。 Twitter や生放送もやってますので、よかったら覗いてみてください。それじゃあバイバイ。